吉田さん、いまだに使えてるってことにしておきましょう。人生で最大の買い物が今日だっていうのはね、まあ分からないでもないんですけども、多分この質問は何で出たかっていうと、私のライブ放送の中でしてくださった方がいたんですけども、吉谷さんに聞いといてっていうふうに、なんか家とか土地とか商品とかそういったものをこう聞きたかったんじゃないかなと思うんで、今日っていう概念ではなくって、多分物体としていくらいくら出してスーパーで買いましたみたいなね、なんかお金で買えるもので何が最大だったかってことが聞きたかったんじゃないかなと、まあ、思うんですけどね。なんか気がついたことがあったら、まあ、教えていただければと思います。まあ、それでね、いまだに使えるっていうテーマなんですけども、私10代の頃先のことを考えてやったわけじゃないんですけども、むちゃくちゃ体を使ってたんですよ。ですんで、その鍛えられた肉体がね、いまだに使えてるなと思うんですよ。いや、これはね、10代の頃にやっててよかったなと思いますね。いまだに使える、本当気力も充実してるし、コンディションもね、肉体のコンディションとか怪我の状態とかも分かりやすいし、あ、いいなと思いますよね。だからね、一つにはあの頃あれだけ体を動かしたから未だに使えるんじゃないかなっていうふうな目論見もあって、物おじせずにまたこの年になってもね、運動を再開することができたんですけども、あと一つは比較できるんですよね。あ、おそらくこれは20代の頃の動きだな、もしくは30代の後半あたりの動きかなとかっていうふうに、いろいろ比較しながら自分の体感的な、その肉体の、まあ、活動量っていうんですかね、それがなんか測ることができるなっていうところがあります。まあ非常に良かったなと思いますね、それはね。と同じように最近で言うとビジネスですよね。ビジネスをまあそこそこやり込んできたら、どのぐらいやれば今後どのぐらいの伸びしろがあるかなっていうふうな目論みがつくようになるんですよね。これは他者に対しても。だから最初の100日ぐらいでその人のビジネスとしての人生っていうのがまあ大体測れると。もしくは、まあ億万長者合宿のね、話題に直しますと、ちゃんと警告して億万長者合宿の合宿中には私のアカウントから皆さんを紹介しますよ、だから商品を用意しといてくださいねって言っても多分用意してこないだろうな。もし用意してきたらその人はその次もあるけども、多分用意してこなければ、まあ その程度なんだろうなと。億万長者合宿の合宿には本当に単なる一泊二日旅行で参加するだけにとどまるんだろうなと思ってたんですよね。まあどうなったかっていうのは本当推して知るべしですけどね。私はあの時やってよかったなっていうのは、自分の人生の中でここまでやったっていう経験があるし自信があるんで、新しい課題を与えられた時も、まあ、あの時ほどじゃないなっていうふうに考えることができるんですよね。例えばね、今子育てっていうものが私の生活の中にありますけども、子育ての大変さって多分いろんな方が感じられると思うんですよ。でも私は感じたことがないんですよね。子育ての大変さっていうのはあるかもしれませんけども、女の子と付き合うことを考えたらね、子育ての方がむちゃ楽ですね。成人女性と付き合う方が手間がかかりますし、分別がある、普通にコミュニケーションできるはずなんですけども、支離滅裂なんですよ。で金もかかるし時間も拘束されるし意識もかなりね削がれるしね。それに比べたら子育ては楽ですね。だから女性で苦労してきたんで、それ以上大変なことって多分人生に来ないような気がしますね。それもだからやっといてよかったなのうちの一つですね。まあ女の子と付き合うことを考えたらね、何が起きても楽ちんですわ。ということでございます。いってらっしゃい。